安倍総理大臣はまもなく asean 関連首脳会議に出席するため、マニラに向かいます。明日には中国の李克強首相と会談する予定です。apec、はい、首脳会議のため、ベトナムダナンに滞在していた安倍総理はロシアのプーチン大統領や中国の習近、平国、家主席らと首脳会談を重ねました。今日午後マニラに到着した。後はマレーシアやインドネシアとの首脳会談に臨み。 アセアン50周年の記念式典にも出席します明日には中国の李克強首相と会談し日中韓3カ国の首脳会談の早期実現や日中関係の改善に向けた話し合いをすることにしています。